今回ですね、僕のこの動画、この前出した動画ですね、物販のファイヤーする、物販でファイヤーするためには、みたいな、ためにはっていうか、物販のファイヤーってこんな感じですよ、みたいな動画を撮ったんですけど、その時コメントをいただいたんですよね。で、そのコメントの内容が、今、eBay どんな商品が売れますか、オークション形式か、定型はどちらでいいですかっていう質問があったので、これ YouTube で答えていきたいと思います。で、やっぱりですね、これ僕自分が答えてる時に思ったことがあって、やっぱこの方ってアウトプットしてるじゃないですか。要は、僕一か八かで質問したわけじゃないですか。別にコメント残すことって無料ですし、そのコメントに、コメントを拾ってもらえるかどうかってやっぱりわかんないわけじゃないですか。でも、やっぱりアウトプットをして何かしらの形を残すと、やっぱり自分に返ってきてるじゃないですか、今。実際に僕動画で答えてるので。これまさに、eBay で今から始めてみて、eBay で稼ごうかなっていう気持ちになってると思うんですよ、気持ちが。それまさに引き寄せの法則で引き寄せてるんですよね。そう。だから僕も、せっかくなんで動画撮っていこうかなと思って今動画撮ってるんですけど。で、あとは、この質問、こういったことで最初やっぱりつまずいてる方ってめちゃくちゃ多いと思うんですよ。eBay をスタートするときに、どんな商品売ればいいんだろうとか、で、オークションとか定額はどっちがいいんだかなって、最初迷っちゃうじゃないですか、そこで。あ、それだったら、僕の考えでいいのであれば、普通に動画で、一応ですね、2013年に独学で参入したので、その経験で良ければもう全然話していこうかなって形で、やっぱりここで手が止まってる人がいるんだったらもったいないなって思ったので、それだったらもう話していくんですけど、で、まずですね、どんな商品が売れますかっていう質問に返しては、何でも売れますね、ぶっちゃけ言うと。ここをハードルクリアしないと物販で稼げないんですよ。日本に住んでれば何でも商品売れるっていうマインドに行かないと、eBay 輸出で稼ぐことって結構難しいんですよ。なんでかって言ったら、どんな商品でも本当に売れるんですよ。日本のものって世界に。なんでかって言ったら、メルカリだと日本対日本になるんですよ。要は、例えば Mac のハッピーセットのおもちゃあるじゃないですか。それを日本人に言っても、Mac のハッピーセットみんな買ってるじゃないですか。レバレッジ効かないですよね。でも日本のハッピーセットの人気のキャラクターとかを、意外に海外とかで10ドルとか15ドルとかで出品すると意外に売れたりするんですよ。イコール、要は、マインドっていうのがまず違って、日本対日本で思わないことが大事で、日本対海外で思う。で、日本対海外で思った時に、日本に住んでる自分たちは、ある意味、レベル50からのスタートなんですよ。なんでかって言ったら、日本のものってめちゃくちゃ人気があって、外国人にめちゃくちゃ需要があるので、要はそれを簡単に手に入れる自分たち日本人は、もうレベル高い状態からスタートできるんですよ。そう。だから、どんな商品が売れますかっていう問いに関しては、何でも売れるんですよ。だってカメラとか釣り具とか、フィギュアとか、要は日本の昔のものとか、お箸とか、何でも売れるじゃないですか。昔の骨董品とか。漫画とか CD とかゲームとか、いや、めちゃくちゃ売れますね。100均の商品だと売れるじゃないですか。そう。要はもう何でも売れるんですよ、本当に。だからそれを考えた時に、ここでつまずいちゃうとすごいもったいないので、自分は日本に住んでるんだ、日本のもの安くメルカリとかフリマとか、リサイクルショップで手に入るんだっていうマインドを持ってるだけで、どっかに買い物行くだけで、そこら中に宝眠ってるんですよ。メルカリちょっと開いただけで宝眠ってるんですよ。だから僕今メルカリパパッと開いても、もう速攻で、もうお金ですよね。速攻で稼げる商品見つけることできるんですよ。もう本当に3分あれば見つかりますね、簡単に。そう。だからそれぐらいのマインドになると、要は、これ買えばこんだけ儲かるじゃんっていう思考になるので、何やっても儲かるんですよ。物販に関してはですけど。だから最初はですね、要は自分家のいらないものとか、要は出品することに慣れていくんですよ。
自分家の不用品売ればいいんですよ。昔のゲームとか、なんかアニメのフィギュアとか、そういった昔の、昔っていうか、なんか実家にあるものとか、なんか自分の昔のなんかおもちゃとか、そういったものを練習でとりあえず出品してみるんですよ。そう。で、あと eBay って売れた履歴見れるんですよ。これ、こんなビジネスないですよ。世の中に言うと。だから、要は YouTube とかって伸びてる動画をパクっても、自分のチャンネルパワーが弱かったらその動画パクっても伸びないじゃないですか。ブログだって、伸びてる人のブログをリライトしてその記事書いても、PV って絶対伸びないじゃないですか。だってその人頑張ってやってきたので。ですからね、物販に関しては、この商品が1万円で売れてるって商品だったら、その商品真似て買えば1万円で売れるじゃないですか。今すごいいいこと言いましたよね。ブログとか YouTube だと、稼いでる人を真似しても、要はその人にブランディングがあるから、その金額になるんですけど、物販だと、要は物質なので、物質なんですよ。物なんですよ。物っていうのは、誰が販売しようと、物は物なんですよ。だから1万円のものを販売しても1万円なんですよ。だから YouTube で10万回伸びてる動画を自分がリライトして、その動画をアップしても、せいぜい何十回とか何百回なんですよ。これが答えですよね。だからそれ考えた時に、eBay って後出しじゃんけんできるんですよ、全部。だから、もしこの方が、例えば日本のキャラクターでいいじゃないですか。例えばマリオとか、あとセーラームーンとかドラゴンボールとかありますよね。ガンダムとか。じゃあ、eBay でガンダムとかセーラームーンとかの履歴を調べて、この商品5000円で売れてんだな、みたいな。海外で。それが見れるんですよ。eBay って無料で。そのやり方っていうのは僕の動画で普通に解説してますので、リサーチ動画見れば一発でやり方出てくるので。で、それにメルカリとかで、Amazon でも楽天でもいいんですけど、いくらで仕入れられるかっていうことをやるだけなんですよ。要は後出しじゃんけんができる市場なんですよ、ものに関して。そう。それで売れてる履歴よりも、要は安く仕入れたら勝ちじゃないですか。その安く仕入れられる幅が大きければ多いほど大勝ちじゃないですか。5000円で売れてるものがもし500円とかで仕入れられたら大勝ちじゃないですか。だから物販っていうのは大勝ちを狙っていくんですよ。大勝ちを狙うためには、日々のリサーチだったりとか、要は後出しじゃんけんができるので、検索しまくるんですよ。自分が気になったキーワードをそこに入れまくって、履歴を見て、メルカリを見て、ヤフオクを見て、アマゾンを見て、時にはリサイクルショップ行ってみたりとかしてみるんですよ。そうすると、そもそも市場っていうのが日本対日本ではなくて、日本対世界なんですよ。日本対アメリカ、日本対イギリス、日本対フランス、日本対オーストラリア、日本対カナダみたいな。日本対日本じゃなくて、日本対世界になるんですよ。そうすると、最初の問いですよね。どんな商品が売れますかっていう問いに関しては、どんな商品でも売れるんですよ。これ本当に売れますよ。世界相手にすると。で、どんな商品が売れますかで、売れにくい商品もあるんですけど、だから日本で、だから例えばヤフオクだったら入札が多い商品って日本で人気だから、そのまま海外でも人気なんですよ。だからこういう考えでもいいですよね。ヤフオクで入札が多い商品っていうのを実際に見てみて、で、それを eBay で後出しじゃんけんで売れてる履歴調べて、で、それをメルカリとかラクマとか、フリマアプリで調べてみて、価格差が大きければ多いほど大勝ちっていうことですよね。そう。だからまず、日本対日本よりも日本対世界、イコール、レベル50からスタートできるんですよ。要は、日本対日本だと、日本人対日本人になるので、レベル0からスタートなんですよ。だって日本のものを日本人で売るので、で、これ全くも、ここマインドをもう変えてください。100、もう、マインド絶対変えてください。日本人だからラッキーマインドにしてください。そうすると、日本人対世界中になるので、レベル50からのスタートなんですよ。そんだけ売れる商品ってゴロゴロ転がってるんですよ、その辺に。だからなんかスーパー行っておまけの、なんか、
なんかおまけのちっちゃいストラップとかあったとしたら、なんか僕、まあ普通にぶっちゃけちゃうと、なんかミッフィーのストラップ売ってて、あ、売ってたじゃない、なんかお茶についてて、なんかミッフィーかわいいじゃんみたいな。で、世界の、eBay に出品したら、普通に13ドルぐらいで売れたみたいな。お、ジュース10本ぐらい買えるじゃんみたいな。無限ジュース時刻に入るんですよ、そうすると。そう。だからそれぐらい、日本ってレベル50ぐらいなんですよ、その物販に関しては。で、レベル0のことっていうのは、日本人に対して YouTube をやると、やっぱレベル0からのスタートじゃないですか。日本人に対して日本語でブログを書くとか、これレベル0からのスタートですよね。でも、輸出に関してはレベルが高い状態からスタートできるんですよ。だから副業とか、例えば、副業で1円も稼げなかった人とか、ビジネスで1円も稼いだことはない人は、日本対日本じゃなくて、日本対世界にして、自分が最初からレベルが高い状態で、戦いができるステージで、ビジネスをやるってことがすごい大事なんですよ。だから何でも売れるってことですね。まあ何でも売れるっていうよりも、まあ、語弊があるんですけど、何でも売れやすいってことですかね。しかも日本よりも高く。で、次、オークションか定額はどっちがいいですかねってことなんですけど、そう、最近ね、これも一つの、話なんですけど、最近リミットがちょっと上がりにくいんですよ、eBay のリミット。で、リミットを上げるためには、コンバージョン率、出品数に対しての売れ行きっていうのが結構見られるらしくって、eBay のその内部 SEO 的に、内部事情的に、そう。だから、例えば50品出品して、1品売れる人と、50品出品して15品売れる人だったら、なんかコンバージョン率っていうのが見られるらしくって、そのいっぱい売れてる人の方がリミット上げてくれるんですよ。で、それ考えた時に、定額とオークション形式って、僕のやり方だと、最初はオークション、でも、人によるんですけど、10からのスタートだったらもうオークションでやっちゃった方がいいですね、最初は。オークションで家にあるもん安く出して、とりあえず売って練習してみるみたいな。で、リミットが、例えば、何百とか500とか溜まってきたら、僕だったらその後は誰よりも高い金額で、出品しますね。で、放置。で、売れたら誰よりも高い利益が出て、で、これなんで誰よりも高いやり方でやると、基本昔のものし、昔、結構昔のものしか狙わないので、ライバルがいないんですよ、そもそも。薄利多売のステージで戦わないんですよ。できる限りオンリーワンの市場で戦うので、誰よりも結構高く出せるんですよ。だから、この商品が2つライバルいるなって思った時にも、ある意味その商品の、2つ売れちゃえば、今度自分の番になるじゃないですか。そう。これが僕がいつも高く出す理由になるんですよ。だから、最初はオークションで、練習がてら自分ちのいらないものを出品して、で、出品の仕方、売れた後の流れ、発送、フィードバックとか、こういった一連の流れっていうのが、要は自分ちの不要品を出しただけで覚えられるので、ある意味タダで練習できるってことじゃないですか。だから最初はちょっとオークションで出してみて、ちょっとコンバージョン率上げて、リミット上げられるようにして、で、一連の流れを覚えるっていうことをやった方がいいですね。だからこのアウトプットして、したからこそ、今動画でこう、取り上げて、で、あ、こうやればいいんだっていう結果、返ってきた。これまさに引き寄せてることと一緒じゃないですか。だから、アウトプットするってやっぱいいですよね。コメントとか。そう。あとね、YouTube やってて、たまに悪いねが3とかつくときってあるんですけど、あれ見るとやっぱやる気なくなるんですよ。これどういうことかというと、僕好きな YouTube のビジネス系の人がいて、要は、絶対いいねをしてるんですよ。なんでかって言ったら、その人も人間なんで、いいねがあればあるほど、あ、次頑張ろうっていう気持ちになるじゃないですか。だって、無料で、話聞けるのに、悪いのを押して、動画の更新が少しでも遅くなったら、あ、
ある意味やっぱり自分に返ってくるんですよ、マイナスとして。でも僕が好きな YouTuber がいて、全部悪いの押してて、その人が週に1回しか更新しないと下で悪いのが超溜まってたら、多分その人も YouTuber あんまやりたくねえなって思っちゃうと思うんですよ。だからこれも、やっぱり僕もやっぱ人間なんで、悪いのが溜まってる時見ると、うわーなんかもうやりたくねえみたいなことになっちゃって、なんかもう更新ちょっと、2、3日いいやみたいになっちゃう時もやっぱありますよね。やっぱりでもアウトプットする人とかだとやっぱ引き寄せてるなと思って、やっぱり自分のこう喋ってて、ああこういうことか、引き寄せの法則ってこういうことかって、なんか客観的になんか見られましたよね、自分で動画作った時にって感じですね。まあなので、まあコメントありがとうございますってことで、まあちょっとでも参考になればと思いますので、参考にしてください。じゃあ失礼します。